こんばん、こんばん、こんばん。ちょっとだけチークしとこ。にゃ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 。ちち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 ち。こんばんは。暑いね、今日もね。熱々の巻きだね。こんばんは。こんばんはです。あ、なんだっけ、赤の色のさ、短冊。もう一日経つとね、記憶がリセットされちゃうから、ね。月の短冊のね、色の意味をね、言ってたのは、ね、知ってるんだけどね。なんだっけな、なんか情熱みたいな。感謝か、感謝の赤。はい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 。感謝か、感謝、感謝、感謝、そうだ、感謝感謝って言ってたね、みんなに。感謝の赤、感謝のピンク、感謝感謝。こんばんは。はつ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 。こんばんは。予約見てくれたかな、ね、ありがとうね、予約見てくれて。なんかレボチー、こんばんは、こんばんはです。ユミリンは夏休みはないの？あー、ないですね。まあみんなもないじゃん。社会人は夏休みはないもんね。夏もバリバリ頑張りましょう。こんばんは。社会人です。社会人、社会人、社会人、社会人。こんばんは。こんばんは。7月です、7月です。こんばんは。あ、牛、牛年の牛。こんばんは。あ、そっか、お盆休みがある人もいるのか。そっか、お盆は、うん、何してるんだろう。サマステとかかな、ね、ちょっとお盆だよね。もうちょっと遅いよ、あの辺お盆だよね。毎年握手会があったな、お盆の時期は。だからおばあちゃん家に行けないって言ってたけど、また13日、じゃあその辺か。黙ってですね。え、お盆って何日から何日までなの？13、あ、でもその辺だよね、多分。お盆で帰るって言ったら12、13とかです、多分。みんななんかおばあちゃん家行ったり実家帰ったりするんじゃない、その辺のお休みからね。13か15、6まで。
そうなんだ。じゃあちょうどお盆だね。こんばんは、ゆみりんが9時をお知らせします。そっか、じゃあお盆もみんなに会えるのか。よかったよかった。え、なんか8月だね、もうえ、もう8月だけど、私8月何してるんだろうな。その今出てる情報しかし、なんかそのツアーとライブね、夏フェスとかしか知らないけど、他にも多分いっぱいすごいやってるんだろうけど、他何してるか知らない知らない。まだ決まってないのか、決まってるけど知らないのか。まあ8月も多分いろんなことをしてると思います。あれやこれやね、何があるんだろうな。8月のアスファルトだね。てか8月にいっぱい歌わないとね。そろそろ一杯の水の時期ですね。え、もうここぞとばかりに歌いたいな、フェスとかでね。確かにね、これ多分ちょっと声を大にして言おう。 8月のって入ってるから、いっぱいの水はいっぱい歌いましょう。8月はそう、瀬戸に入れてもらって、そう、瀬戸に入れてください。誰か誰か、この1ヶ月はもうマストぐらいに入れましょう。いっぱいの水を歌おう月間。おおおお、いっぱい歌いましょうね。どなたか、そう、歌詞の意味もぜひご検討くださいませ。そう、歌詞の意味ね。感じですね。あとさ、 STU でなんか何月系入ってる曲ってある？他に、他のグループさんとか言ったらもう11月のアンクレットとかみたいにさ、なんかあるけど、 STU って他にある？何月、季節じゃなくてもう 何月、何月系、何月とか何日系、もう数字入っちゃってるやつ、決定的なあんまりないよね。てかこう季節感漂う曲がさ、そんなにないじゃん、うちらの曲って。夏曲とかも珍しいし、なんか冬曲、もう少しで春は来るはずとかみたいに季節が入ってることも、もうそんなにないよね別にね。なくない？だからもう本当にここぞとばかりにいっぱい歌っちゃいましょう。あ、夏の好きはご用心、確かにもう入ってるね、夏がね。確かに確かに確かに、あ、春夏秋冬、春夏秋冬は全部入っちゃってるね。うーん、そうかね、ないよね季節系の。珍しい、なかなかないよね。
クラスデート、まあそうだね、夏曲だけど何月は入ってないね。クリスマスソング、ほんとね、クリスマスソング欲しいね。クリスマスソングないね。ね、ティフ何日？ティフのメンバーはいつ発表されるんだろう。もう1ヶ月後ぐらいだよね。ティフは STU はもう何日って出てた気がする。 5?6? 6日、あ、そうだ、6日だ、そうだね、カラーズの次の日だね。そうだ、出るかな私ティフ、本当に知らなくって笑、なんか出るかな、いつ発表されるか、そろそろかな。あ、毎年割とギリギリのメンバー発表よねティフ。あ、そうなんだ、じゃあまだかな、まだかな分かんない、出るかもしれないし出ないかもしれないし、私も知らないけど、毎年出させてもらってるので、まあ出たいけどね、どうなんだろう。あ、ギリギリのイメージ、わら、もうわらだよね。あ、バリーさん、ひこ星タワーですかこれは、かわいい、ありがとうございます、わしゃわしゃおい、ありがとうございます、バリー彦星様ありがとうございます、ありがとうございます、わしゃわしゃおい、バリー彦星さん、ありがとうございます、彦星バリーさん、ありがとうございます。水色だから可愛いね、すごく水色、かわいい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 ね。なんか久々にタワーいただいたな、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう。もう9時過ぎちゃってるんだよね、今日も全然メール送れてないや、ごめんね、ごめんね。あ、そうそう、服が違うからあれだけど、なんか今日送ったやつ、あれもちろん今日の写真じゃないです、いつかの、いつかのやつ。はい、15分経ちました、15分経ちまして、経ちまして、あ、なんと私がカリ先生に LINE を打っている間に、カリ先生なんかーい、彦星と織姫が揃いました。一粒の麦もしさん、
ありがとうございます。わっしょわっしょ、ありがとうございます。一粒の麦もしおり姫さん、ありがとうございます。わっしょわっしょ、ありがとうございます。成立です、カップル成立。よかったねーって、よかったー、めでたしめでたし、お幸せにね、お幸せに、今の気持ちは最高でーすって言ってる。すごいかわいいね、2人ともなんかあのこのなんかなんだっけ、旗持ってるね。でもすごいね、上の方しか見えないから、その宇宙服のやつ着てるみたいな感じにも見える。わかる？そのよくアンパンマンとかがさ、あのかぶってるやつ。アンパンマンね、みたいな感じにも見えます。アンパンマン、アンパン、チュ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 、アンパン。カップル成立。つつ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 、ゆきね、めでた日めでた日、めでたい。風邪いけそうになったら、出せそうじゃ、そうだと海を越えて、地球を知る。あ、そうだ、私ちょっと今日は二部制かな。ちょっと一旦途中で中断します配信を。10時、そうだね、なんか霧がいいところで10時過ぎぐらいに一旦さよならします。5分か10分かぐらい、ごめんね、ちょっと抜けます。ごめんね。まあでもその後もゆっくゆるりとするんで、何とぞです、何とぞ。そう、ちょっといろいろがいろいろで、いろいろ、おつです、おつです。忙しいのに配信ありがとう。いいえ、もう見てくれてありがとう。全然私はそういういろんな合間にやってるだけだから大丈夫だよ、大丈夫大丈夫、そう大丈夫だよ。私はそう、ごめんね、その代わりちょっと今日みたいにあのちょっと5分抜けるねとかあるんだけど、ごめんね。そう、ちょっと見える。めめ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 め。ちょ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 よ。ガガガガガガ。
メール用の写真でーす。メールを送ります。食事と睡眠取れてます。取れてる。今日お昼何食べたっけな。お昼はねカレー食べました。カレー、そう、それで、そう、辛かった。うん、辛くないやつだった。それで、うん、昨日はまあ1時には寝たかな。起きたのは7時とかかな。お昼カレーだった。一緒だね。あ、カフェイベント応募しました。あ、当たったらいいな。6時間寝れた、そうそうそう、6時間寝れたらいい。私はでも8時間ぐらい寝たい、本当は。本当は今日も長くっても、うん、12時前には終わるかも。12時までにお風呂に、お風呂から出るじゃなくって、お風呂に使っておきたい。お風呂で12時を迎えたいから、そう。明日そこまでめちゃ早な、めちゃ早うわ、まだ外真っ暗やんけみたいな感じではないんですけど、そう。一応ね、早くは寝ましょうって感じなんで。もっと早く終わっていいよって。ありがとう。人は少しはゆっくりできるんやね。まあお役目はお二つかな。明日はあれとあれがあって、まあ明後日あれだし、しあさってはね、あれとあれだ。しあさってこんな顔しちゃって、こんな顔しちゃってそう、おもろ、おもろい顔芸みたいになっちゃった。明後日、ん？明日があれとあれで、明後日があれで、しあさって七夕だよね。そう、しあさっては、そう、そうだ。で、しあさってが鉄オタの生放送です。ね、そうだよね。今週生放送のね、土曜日。で、そう。あ、で、シシシアサって日曜日が、あれだ、あ、シシアサってが、そう、鉄道と生放送した後にあれに行って、あそこに行って、でシシアサってがそこに行って、でもあそこに行って、そうで、シシアサってがあそ、あ、お役目2つ、うん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 。でもなんか何するかは知らない、何するかは知らない
そう。そう、あれがあれあれです。そうそう。あれがあれ。もう一週間後になりつつある。お役目たくさんですね。そうだね。毎日何かしらはしてますね。あんまりお休み、一日何にもしてないみたいな日はあんまりないかもな。まあでも、いいことですね。いいこと。いいこと。まあ今日もあれとあれがあれ出した。あれ出した。そう、あでもお昼にねカレー食べる時間はあったからもう最高って感じ。カレー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 って言ってた。お昼言ってそうじゃない私。言ってそうじゃない。さすがになんか夜のさ、私がカレー欲してる、もうカレーカレーカレーしか言ってない感じまでじゃなくって、なんかカレー食べられそうな雰囲気だったから、あカレー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 って言ってただけ。今日カレーだけ。あえそう、えおそうかも。でもねカレーねめっちゃ食べたのよ。めっちゃなんかそう、しかも2種類入っててカレーの味が、ね、私はバターカレーとなんかもう一個ねなんちゃらカレーみたいな、どっちもねちゃんと甘口のやつを選んで、そうでなんとご飯でそれは選べるやつだったんですけど、いやもう究極な選択じゃない、もうさ、いや本当に究極な選択じゃない、もうどちらも普通の料理2倍ください、なんかくださいって感じなんだけど、うん、まあでもあんまりさそのナン食べる機会ってなくない、だからまあレアさを取ってナンにしました。そうめちゃめちゃ迷った、めちゃめちゃ迷ったけど、ちゃんと私はそう多分超プライベートだったらもう10分悩む案件、ちょっと出直してきますって言って、ってのしかもさそのカレーは2つ味がついてるわけよ、ってことはもうさなんとご飯でいいじゃんってならない。そうだけど、うーん、なんでって何にしましたね、なんかあ選べる時と選べない時とあるじゃんね、そうなの、なんで食べられるとか何を頼んじゃう、でもそうなんだよね、選べるところとさ選べないところがあるじゃん、だからそうちょっとレアさを取りました。ただどっちも好きです、もうどっちも大好き。そう究極の選択をしました。でも今日はだから、あ写真撮るの忘れたな、ごめんね、もうすぐさま食べちゃったから写真撮ってないやね、いつだった写真撮ってメールで送るのに、ごめんね、ごめんね、ごめんね。でもうちか食べてないかも今日は。でもがおなんか結構そんなお昼っていうよりみたいな時間に食べたんで、そうもうなんか昼夜兼用ぐらいのテンションと量を食べたので、そうもう満足してる。そう今はね配信終わる頃にはもうグーキルグーキル言って、うどん食べますかねとか言ってるかもしれないけど、そう今はまだねカレーの満足感と充実感と、なんといってもカレーですからね、カレー食べられたのでもうなんかまだ余韻に浸れるよって感じ、超余韻。カレー食べると一日幸せ、そうなの、カレー食べると一日幸せです。
味とかは残ってないんだけどね、まだ口の中カレーの味がするとかじゃない、ちゃんとなんか歯磨きもしてるしいつかリセットし忘れてるんだけど、なんなんだろう、もう脳に焼き付くカレーっていうか、そう、こんなにカレー好きなのに、好きな食べ物欄にカレーって書いてないこと自体がもうおかしいぐらいのテンションなんですけど、いやー私カレー好きだなー、カレー、でも別にカレー好きだけど、じゃあここのお店のカレー好きなんですよみたいなものではない、あのそのここのここにあるこのカレーがみたいな、でもなんかカレーは何でも好きかも、お店で食べるのももちろん好きなんだけど、レトルトのカレーも超好きだし、そうそうそう、アイドルは会社員と違って昼休みが固定じゃないから大変そう、あそっか、でもあれだよ、出社時間も決まってない、出社時間いわば、ね、みんなからすると私は出社時間も決まって日によって違うし、退社時間も日によって違うし、そうお昼だけじゃなくってね、だからこそそうそうなの、逆に用意してもらえるみたいなこともあるからさ、お弁当とかね、ロケ弁とかもあるし、まあそれがじゃあロケの移動中にロケバスの中で30分の移動の間に食べてくださいとかもあるけど、なんかそうあるし、もうコンビニでコンビニとかもあるし、けど別にそうだね、もう私はこれが7年目なので普通です。体のリズムが作れなくて大変そう、でもそれはすごいね、そう大変だと思う私はもうなんだろうな、逆に時間あると考えすぎちゃってダメなタイプだから、私は多分バタバタしてた方が合うんだけど、なんかね、そうだね、やっぱ起きる時間と寝る時間がをちゃんとなんかが全然違うと本当になんか自律神経とか崩しやすいし、それこそ体調崩しやすいし、もう全然良くないから、多分ちゃんとしてるアイドルっていう括りだけじゃなくって、別にさ、私はその例えばお昼からの仕事の時だったらがっつりお昼まで寝たい人なんだけど、お昼までの仕事だろうが朝7時にちゃんと起きる人はいるじゃん、葵ちゃんとか絶対そういうタイプだと思うんだよね、勝手な偏見ね、葵ちゃんさお昼からの仕事でも朝起きてそうじゃないでみんなそうなのかな、みんなどうしてるんだろう、お昼からの仕事の時ってさみんなどうしてるんだろう朝絶対起きてる人と、まあ何か朝用事を作って朝起きてる人と、もうがっつり寝たい人と分かれるんだと思うけど、私は特に例えば美容院に行くとか、病院に行くとかの行かないといけないみたいな、もうここしかみたいなのがない限り寝ちゃいたいね、私は、ね、寝るか家でダラダラ録画を見てますあでもそうしたら起きてることになるね、でも大体寝ちゃうね、でハッて起きて、あまだアラームが鳴ってないのに起きちゃった、やったー、でももう一回寝ようみたいな感じで寝ます。そうそう、何これ、何これ、ごめんね、もう普通になんか業務連絡に対しての
ごめんね、リアクションだけいつもえーとかほーんとか言ってるけど、そうごめんね、なんかめっちゃおもろい、気になる、気になるよね気になるよね、気になりますよね。そう、未公開情報、多分未公開情報なんだろうな、私もなんか知らなかったやつだったから、これはなんか出てそうで出てない情報だなと思って、何の何これです、はい。内容が、いや何、内容が何これみたいなんじゃなくて、そう何これ私知らないけど、あでも確かに私知らないってことは多分公式からも告知してないし、多分みんなは知らないだろうなっていう、へえ明日何時から、あ配信はね決まってないです、仕事の時間はね内緒です、基本的に公表されているスケジュール以外はあのそうお伝えできかねます、できかねます、そう、私が明日どこにいるのか何をしているのかは、うん、そう明日未来のことはそうお伝えできかねます、明日も配信あるんですね、あないかも、あるかも、あるかもないかもだな、ないかも、うーん、あるかも、うーんなの、どっちだ、え、ちょっとこれ私にもわからない、私にもわからない、なるほどそんな感じ、え、通知チェックします、でもそうかも、明日はあるとしたら通知かも、予約もねちょっとあれかもあれかもってたらかな、そうだね、できたらできたらになるね、ちょっと明日あるとしたらギリだかも、なかったらないです、うん、ごめんね、あ、うーん、明日ちょっとできる、夜もしかしたらこんな感じで、逆にみんながお昼休みぐらいの時間に明日ちょっとあるかも、私もお昼休みがだからだからわかんないな、でももし明日お昼配信できそうだったら朝のメールで言うね、絶対そう絶対言うね、お昼別に毎日アイドルではないんですけど、そうで毎だから毎日しないといけないものはないんですけど、うん、一緒にランチしましょうね、一緒にランチしましょう、ね、1,2,1,2,3,4,55通来ました、5通来ました、
と待ってね、ハートのやつね、ちょっと待ってね、うん、ほう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 、まあいっか、まあいっか、ちょっと、あ、最後のお休みね、おやすみね、送った、あ、今日ブログ送ってないぞ、言えば15分じゃ書けないので明日になります。あ、その代わりツイートしようかな、あ、ねえ、そうだ、みんなに聞こう、ねえねえ、みんなに聞こう、はい、そうだ、なんかマネージャーさんに聞いたんだけど、確認してみますって言われて、でも多分みんなの方が早い。え、ねえねえさ、メンバーがさ、こん、なんかグッズのオフショットですって言ってさ、白い猫ちゃんの画像何人もあげてるじゃないですか、あれのグッズってどこから見れたら、見たら載ってる、のオフショット、そうそう、グッズのオフショット、グッズってどこに出てる、オンライン販売はまだされてない、オンライン販売はされてないってことは、なんかのタイミングでさあ、あ、研修ツアーの現地販売、なるほど、それはなんかさ、研修ツアーの、そう、現地で販売されてますっていうのがどっかに載ってる、あの、そういえば公式がツイートしてるとかに乗ってる、それともさ、なんか本当にガチガチ現地の人しか知らないやつ、それともさ、それともそれとも多いけど、あの現地ファンクラブのお知らせから見たかも、あー、なるほどね、そうそう、ニュースね、あ、物販実施のお知らせ、徳島公園での、あ、ほんとだ、ほんとだ、
本当だ。気がつかなかった、気がつかなかった。7月1日のお知らせニュースのところに、そう、アクスタ白猫衣装、なんかアクスタと個別アクリルネームキーホルダーが出てます。あー、ありがとう、本当にすごいね、みんないや、もう本当に、いやー、マジで本当にすごいわ、ありがとう。もうね、感激してる、感激感激してる。なんちゃらちゃんのツイート、あ、違うよ違う、メンバーがツイートしてるのは知ってたんだけど、あ、ってことはグッズ出てるじゃんと思って、その見たら載ってなかったの。でも私はなんか載せてるからどっかには出てるはずじゃん。だからどこにそのグッズの情報が出てるのかが知りたくって。ないと思うけど、もしさ、出てない情報をの写真をさ載せちゃってちゃあんまり良くないじゃん。そうだから一応自分が載せるときにどこに出てるのかが知りたかったのよ。そう、自分が、そう、自分が載せるにあたって、そう、知りたくって、そうだわ。この子も載せ、そうだから、みんなが載せてるのは知ってるの、知ってるの、知ってて、そう、でもたまにさ、いやそれまでじゃんみたいなのを載せてる子もいるから、そう、自分は別にそのそういう、別にそういう子はね、多分スタッフさんとかが、あ、ナベレしようとか言うのかわかんないけど、なんかまあ人のこと、人が載せ、なんかいいダメじゃなくって、その自分が載せるにあたってはさ、ちゃんと確認したかったね。ね、その子が載せてるから自分も出てると思ってたわ。そう、ちょっと無責任すぎるからさ。そう、ちゃんと自分で、自分のものには自分が責任を、自分が一番ね、自分のことには責任を持たないといけないから。これで載せられます。ということで、みんなありがとう。ということで、私はじゃあ今から猫の写真をツイートします。全員のなんだね。そうだって、例えばこれ研究生のやつに載ってるけど、アクストはサラピが載ってるし、アクリルネームホルダーはイケちゃんが載ってるし、ってことはもうこれは全員分あります、ちゃんと。確かにこれ書いてもらわないと分かんないよね、誰があるのか。だってさ、このさ、なんか分かんないもんね、分かんないもんねって。まあなんか見たら分かるのかもしれないけどさ、ねねねねねねね、いやー、本当に本当に、いや本当にね、みんなのおかげなので、これはもうみんなのおかげなので、みんなにお礼じゃないけど、そう（笑）ちょっとね、これ載せようかなみたいなのがね、あった、あ、いつだったっけな、そう、なんかね、これ載せようかなみたいな、待ってね。どれ
にしようかな、どれにしようかな。ちょっと、あ、大変。研究生コインってしたらいち早く現地で買ってってことなのか。そういうことだよね。でも大丈夫、安心して。多分ね、うちらのツアーでも多分現地で売ってるし、そのうちネットでもこういうのって販売されるから、みんな安心して安心して。でもさ、なんかわかんないよね、これさ。もう明らかにニューじゃん、もうここで初解禁じゃん。だけどなんかニューみたいなのなんかしれっと出てたから、それもじゃあ良くないですよね。これはちょっと見落としちゃいますよね。うん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 ね、そうだよね。全国ツアーでまさかの売り切れはないよね。あー、現地の売り切れとかはあると思うけど、ただ私のさ予想的に、あの現地分とさ多分ネット分と両方で販売するんだったら、きっとさ分けてあると思うからさ、ネットでさもう全部完売なのにさ、現地であるとかもあるあるじゃん、じゃんね。そう、だからだし、多分研究生ツアーの分に全部も持ってってないと思うんだよね。ちゃんとそこで なんか完売して全国ツアーにないんですみたいなのはそうないと思うので、そこは、うん、思うのでなんだけど私だったらそうはさせないので、みんなもそうはさせないと思っていると思います、思っていると思いますね。本当にさ、本当に、あ、この間リアル話し会で販売始めたやつはネットが受注生産だったけど、同じようにはならないかな。あー、この猫も受注になるってこと？ネットだとどうなんだろうね。ちょっとわかんないです。ちょっとそこはわかんないな。運営の方がなんか何を持って受注にしてるのか、何を持って受注じゃなくしてるのかは分からないです。どっちのいいところもあるよね。受注だとさ確実にその期間に全員が買えるじゃないですか。でもみんなの元に届くのはちょっと何ヶ月か経っちゃったりするじゃないですか。届くのが遅くなっちゃう。で受注じゃない生産のやつは早ければ2日後にはもう届くし、スティールってめちゃくちゃ発送早いんですよね。そうだから普通に買ったらもう数日で届いちゃう、すぐ手元に届いちゃうんだけど、個人グッズとかは割ともう秒で売り切れたりとか、その日のうちには見とかないと、特に個人グッズはなんかメンバーによってって感じのものはありますよね。だからどっちのメリットデメリットも
あるあるあるね。はい、ということで、私は今日ブログが送れない代わりに猫を送ります。猫をお納めください。はい、それでは皆さんツイートします。あ、みんなさん、なんかツイッター見れない見れる問題は、私のやつは見れるの？これ私なんかそう、あれはまだ継続してるの？今は見れる？今はもうなんかそういう制限とかなくなったの？普通に見れる？なんか検索のところからが見れないの？タイムラインは見れるの？あれなんかちょっと全然追いつけてなくって、ここもみんなに聞こうと思って解決したんだ。一応今はどれも大丈夫なの？土曜の夜とかひどかったね。土曜の夜って何してたんだっけ？あー、メタバースだメタバースだ、メタバースの日だ。はい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 。今大丈夫なの？じゃあ私今普通にツイートして大丈夫？みんな私のツイート見れる？大丈夫そう？よき、オッケー、じゃあツイートしちゃいまーす。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、猫猫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 リツイート、マサルン、ソーシン、ケン、ミエスク、コナン、マケドニアン、ヒーロー、クリーミー、アヨン、ショウタ、8月コタロウ、キュウコミヨシ、アンちゃん、ポモドレット、いいね、ムッチュ、イマデッチ、ジャスティン、ダイグ、タケン18、ゼクスト、イケボ、テナオス、テッテレ、リリー、ヤマナビ、サジ、シン、ガバイト、ミキネコファミリー、ホノホノ、モリモスさん、ブニョ、シロクマモ、ありがとう、かわいい、かわいい、いただきました。エミリン、かわいい、あら、かわいい、かわいい、かわいい、いっぱいかわいい、いただきました。ユミニャン、かわいい、かわいい、ニャンコユミガン、かわいい、かわいすぎだろ、ユミネコ、かわいい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 。そして後半自分で言ってます。にゃんと、かわいい、かわいい、かわいい、めっちゃかわいい、かわいいかわいい、かわいい、あとみんなからかわいいもらいました。かわいい、かわいい、はあ、嬉しいな。すみません、これで今日はご勘弁を、ご勘弁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 、へい。
猫になった私グッズのオフショットツイッターに載せるの珍しい案件じゃないですかね。珍しいやね。あのメールにはさしれっとさ頑張りゆみりんとかの時にさしれっとおいこうオフショットグッズのオフショットじゃんみたいなのさしれっとあるけどさね、あんまりツイートしないからこういう時の写真ってなんか撮ってね終わりだったり、あとねこういうねグッズとか生写真のね撮影する時ってね一日にね何個も撮るのとね、あと私よくあるあるなのが朝一でなんかねこういうのって数日かけて全員が撮るから朝からお昼までのこと、例えば、まあ、なんかそうみんな時間帯でずれて朝1番のこと2番のこと3番のこと4番のこと5番のことみたいな感じだったりするんだけど、だいたいね1番の子で座ってもうすぐ次のお仕事にゴーみたいな感じだから、あの本当にはいはい撮ってはい次着替えてみたいな感じだから、そのオフショットを撮るみたいなのがねあまりできなかったりするんですよ。そうゆっくりもう飛び出しみたいな、はいありがとうございましたゴーみたいな感じだったりするからね、あのそうそれもあってちょっとあんまりこういうグッズの時のオフショットがあんまりないことがあんまりあんまりです、すみません。そうなの、なんかね、そうこういう写真撮影の時ってだいたい午後から違うやつに行ってる。だいたいなんだろうなね。まあこれって一日中撮るわけじゃなくってさ、数日間で撮り終えちゃうから多分他にお仕事入れれるんだろうね。今日は4日、あ、ねえねえちょっとみんなに聞いた方が早い、あさってのさ命の歌ってさ、あの開演何時からになってる？あさっての来る人も来ない人もあさってのさ命の歌ってさ開演何時からかな、18時だった。ありがとう。
あ、開演は17時、あ、開演5時だって、ありがとう。あ、終演予定7時、あ、ありがとう。あれ、 NHK もホームページは18時だけど、どっちが正解。どっちだろうね、2023。まあでもその辺だ、その辺だ。ありがとう、しかも終演予定も書いてくれてるの、教えてくれてありがとう。私なんか今度からなんか知りたいことあったら本当にみんなに聞こう。本当に私はこの猫を多分自力だったら本当に見つけられなかった。なんか自分なりに探したつもりだった。ごめんね、本当にありがとう。私は探し足りない、もうすごい本当にみんな。7時からになってる、ありがとう、教えてくれて。すごいな、いやーすごいな。いや、みんなもね、伊達に何年もファンしてませんからね。もううちは最近になった方は、一緒にわちゃわちゃを楽しみましょう。こういうこともありますって感じで。ね、いやーすごいな、本当にすごいな、本当にすごい。私みんなが思ってるよりみんなに感心してるからね、本当に尊敬してる。教えてもらってます、私。はい、そしてそこでちょっと私は終わります。終わります。休憩タイム、そうだね、ちょっといろいろ、そうだね、連絡等を済ませてきます。業務連絡大事、ちょっとそう、大事、ちょっとこれは今日中に済ませておきたい案、済ませておきたい案件。はい、ありがとう。不正の一部終了です。じゃあちょっと中途半端なんですけど、10時20分から配信しますね。5分間の休憩かな、アディショナルタイムです。ありがとうございました。じゃあ団長見ます。13山猫坊主さん、ありがとうございます。12ヒーローさん、ありがとうございます。11おいでませ元気さん、配信ありがとうございます。10コペンさん、ありがとうございます。9位リタイヤマンさん、今日からユミニヨシ、おー、ありがとうございます。8位ニモスケさん、ありがとうございます。7位オックンさん、ありがとうございます。6位カソキさん、ありがとうございます。5位新潟さん、ありがとうございます。4位イソケンさん、ありがとうございます。3位ゴーヤさん、ありがとうございます。2位一粒の麦もしさん、ありがとうございます。そして1位はバリーさん、ありがとうございます。あ、一粒の麦もしさんとバリーさんは織姫彦星カップル成立です。二人ともタワーありがとうございました。お幸せに、どうか末永くお幸せに。でもせっかくくださったのに消えちゃうね、ごめんね、私のせいで。ありがとう、画面からは消えるけど、そう、二人の幸せは消えません。ありがとうございました。はい、それでは
また5分後にお会いしましょう。ありがとうございました。バッハー。